What's up YouTube。さあやってまいりました。今日はですね、テイラー・スウィフトのツイッター翻訳してみたですね。テイラー・スウィフトね、大人気の歌手なんですけども、さあどんなツイートしてるのか早速見ていきましょう。こちら。The music video for Cardigan will premiere tonight。ね、まずこんな感じの文から始まってますけども、このミュージックビデオですね、新しい新曲ですね、Cardigan がですね。 プレミアされる今夜、えー、プレミアってねよく聞く言葉ですけどもまああの公に初めて映画とかあそういう映像とかが公にされるっていう意味で使うプレミア、ね、よくねプレミア公開とかね聞いたりすると思うんですけどもまあ初めて出るってことですねミュージックビデオ初めて今夜出るってことで興奮してるんでしょうねその後、えー、こう書いてありますね Which I wrote directed. ね これは私が書いて作った曲よってことですねはい自分の曲で自分でねミュージックビデオをねディレクションしたっていうことでねすごいですねその後ここ大注目 A million thank yous to my brilliant badass video team ねえなんだこりゃって感じなんですけどもあの こんなにありがとうって言うんだってぐらいありがとう言ってます。あ、ね、ミリオン・センキューズ。ねミリオン・センキューなわけですね。100万回のありがとうですね。ありがとう言っても言っても言い切れないぐらいありがとうを、私の天才的じゃなくて、私の素晴らしい、バッアスっていう言葉。これめちゃめちゃアメリカンな感じですね。バッアス。ビデオティーム。ビデオチームに向けてありがとうって言ってるんですけども、 このバッドアスっていうのはですね、直訳悪いケツなんですけども、悪いケツがなんで、えわ、悪い言葉じゃんみたいな。え怒られちゃってるじゃんみたいな風には捉えないでください。これはもう、マジ、マジやべえよお前ら。最高だぜの時に使うやつです。お前らやべえぜ。言いますよね。ね。お前らやばいって。半端ないって。半、ま、端、あ、ないっての表現にも、 使えなくはない。ですね Badass、はい。まあよく使います。バランス、あのー、美味しい食べ物食っても Badass って言います。<laughs> ねえ、あのー、非常にカジュアルな表現なので、はい。あのー、まあ、友達同士で使ってみてください。さあ、そしてその後えー、あ、まあ、ここまででいいですかね。この後はねあ、スネマトグラファーね、あの、撮影監督、えー、に。 とプロデューサーとエグゼクティブプロデューサーと AD の人に、えー、がその撮影チームにいるっていうことでね伝えてるわけなんですけれどもいかがだったでしょうかテイラー・スウィフトがめちゃめちゃ感謝する時にこんな表現するんだっていうね日本語だったらおそらく、ね、撮影チームの皆様協力いただいたスタッフの皆様本当にありがとうございましたみたいな感じだと思いきや <laughs> マジや私の撮影中マジや本当みんなすごいやばくて本当マジ最高ヒェーみたいな <laughs> そんなノリのツイートですね,ねえいいですね人柄出てますねはい皆さんもねあのこの人のこんなツイートを調べてみたけどちょっとわからないとかここあの翻訳してくださいとかあったらねぜひぜひコメントなりあの概要欄の方にツイッター、インスタ 貼っててありりまますすののででそちちらの方でもコメントどしどしししおお待ちしておりますそれではここまでご視聴いただきありがとうございましたこの動画がいいねと思ったらグッドボタンとチャンネルクリック登録の方よろしくお願いしますそれでは皆さんまたお会いしましょう See you again